鉄道博物館は、埼玉県埼玉市大宮区大成町三丁目にある鉄道博物館である。東日本旅客鉄道の創立20周年記念事業のメインプロジェクトとして、また、2006年5月14日に閉館した交通博物館に代わる施設として、2007年10月14日の鉄道の日に開館した。 公益財団法人東日本鉄道文化財団が運営している。また、建設と運営には日本貨物鉄道も協力している。愛称は手、パクまたは鉄泊。設計は JR 東日本建築設計事務所。なお、鉄道博物館の名称は登録商標である。鉄道博物館のコンセプトは次に掲げる通りである。 車両展示スペースの線路は、実際の営業線とも結ばれており、車両の入れ替えなどが可能なように設計されている。当館が建設された場所は、車両解体場の跡地で、それ以前は、非電化時代の川越専用機動車の留置線であった。エントランスがある旨。車両展示施設など、多くの展示物はここに設置されている。一回車両ステーション急所は、 ヒストリーゾーン。鉄道創世期から現在までの各時代の鉄道車両の実物が8つのテーマごとに展示されている。戦術のようにこのゾーンは外部からの引っ込み線が接続されており、実際に作動する転車台を中心に車両が配置される。展示車両の一部は駅のホームを模したデッキ等でアプローチすることが可能である。また、 方向幕がある車両の一部は、表示が変わることがある。展示車両は次に挙げる通りである。日本の鉄道の黎明期明治期京都電気、鉄道台車以外はすべて旧交通博物館の、展示車両であった。全国に広がる、鉄道網対象期 ED4010、特急列車の誕生と通気ニューソの始まり戦前、戦後このエリアには、転車台があり、この上に、 C57 型及び EF55 型が不定期に入れ替えられながら展示されている。雲波4074大量輸送と電化時代、昭和30年代全国に広がる特急も昭和40年代新幹線の誕生鉄道による貨物輸送 DD1315 両車の歴史1階、その他の施設、展示物区波103から713このほか1階にはミュージアムショップ、 トレーニーイルと、長島幸作の彫刻、ポッポ屋がある。2階その他の展示として、埼玉市出身の同伴画家、山本洋子作のステンドグラス、杉へ行くものがある。3回階 R 階級小ノースウィング、本館からミニ運転パークを挟んで北側にある施設。テッパクラインにて、本館から移動することも可能。 2018年7月5日にオープンした追加開館施設。て、パク広場を縮小し、新たに開設された。なお、南館は本館と異なり、本線への接続はされていない。1階仕事ステーション展示車両で、パク広場2階、仕事ステーション未来ステーション3階4階、鉄道博物館では IC カードによる、 入管システムを2019年12月10日まで用いていた。2019年12月11日以降は博物館で一般的なチケット式の入管券となった。本博物館には鉄道車両の運転を精密に再現したシミュレータが設置されている。本館の車両ステーション1階に蒸気機関車 d 5 1系南館の仕事ステーション2階に 東北新幹線 E5 系、山手線205系、京浜東北線 E233 系、高崎線211系の計5種類が設置されている。山手線205系及び高崎線211系のシミュレーターは、交通博物館から移設されたものである。また、 車掌シミュレータとして、南館仕事ステーション1階に、京浜東北線209系が設置されている。このシミュレータは、交通博物館から移設され2017年9月まで、運転シミュレータとして運用されたものを、転用改造したものである。また、交通博物館から移設されたシミュレータとして、新幹線200系シミュレータがあったが、 シミュレータホールの南簡易設置に引退となった。D51K シミュレータ、E5K シミュレータ、車掌シミュレータの3種類はアプリによる抽選制であり、スマートフォンタブレットに手、パク抽選アプリをインストールして抽選に参加し、当選者が指定された時間に利用する。D51K シミュレータ D51K のシミュレータは、 日本初の蒸気機関車シミュレーターであり、蒸気機関士を体験することができる。トレーンシミュレーターの制作元である音楽館によって、釜石線花巻から新花巻、増沢岩手二日町、岩手二日町等の新花巻土沢館で撮影された映像を使用している。また実写同様に揺れが発生したり、機関士と、 機関助士モードでは石炭をくべる作業も加わり、機関助士の投炭による感覚がそのまま体験できる。ATS 装置も作動させることが可能である。運転台はプロムナードに設置されている D51-426 号機のキャブ部分を使用している。なお、基本は機関士のミモードのみ使用し、ATS の動作も行わない設定にされているが、 事前に申し入れがあって、係員の判断によっては、機関士と機関女子モードや ATS の動作も、特別に可能になる場合もある。運転体験のできる区間は、以下の通り。このほか宮盛駅柏木平駅や、JR での機関士訓練用として、花巻駅、東野駅を、全区間同士で運転するプログラムもあるが、一般で運転できるのは、上記の区間のみである。 運転設定は D51 型が旧型客車5両を牽引するものである。E5 系シミュレータ車掌シミュレータ前述の3種類のシミュレータと違い平日はアプリによる抽選はなく体験したいシミュレータに並び順番を待つ。また、いずれも追加の料金はかからない。運転操作などはディスプレイや音声で案内される。大人サイズで作られているので、 小さな子供は大人の膝の上に乗せて運転するように係員から指示される場合がある。いずれのシミュレータもスタートボタンにより開始されるが205系シミュレータは椅子がスイッチになっているため途中で立ち上がってはならない。また体重が軽いとセンサーが反応しないため大人が一緒に座る必要がある。全身施設である交通博物館の料金は大人。 個人310円であった。また、交通博物館時代には、株主優待の一環として、JR 東日本の株主向けに、無料入場券が配布されていたが、当館では2016年まで株主向けの入場券、等が配布されなかった。その後、2017年度から株主向けの割引入場券が配布されている。2007年10月14日の開館時から、 南館会館までの入館料金は、個人が一般1000円、小中高生500円、幼児200円、団体が一般800円、小中高生400円、幼児100円であった。また、当館の会員組織であった、鉄波クラブに入会すると1年間の入館フリーパスが与えられており、年間一般3000円、小中高生1500円、幼児600円であった。 交通博物館時代から引き続き、前売り入館券が2007年9月1日から JR 東日本の緑の窓口とビュープラザで販売されたが、2007年12月28日までは日付指定制となっており、前売りによる割引は行われなかった。ただし特典として、館内のレストランで使用できるソフトドリンクの無料引き換え券がついていたため、 実質的に上記の通常料金を団体料金に割り引いた形となっていた。前売入管券の利用日変更や払い戻しはできなかった。2018年4月1日よりセブンイレブンで通常料金から100円割引となる日時指定制の前売入管券の取扱いを開始した。その後、ローソンとミニストップでも取扱いを開始した。このほか 新幹線変形ロボシンカリオンザアニメーション、新幹線変形ロボシンカリオン Z ザアニメーションとタイアップして、東京都区内から大宮駅までの往復乗車券とニューシャトルの往復乗車券、新幹線自由席の往復特急券、当館の入館引換え券をセットにした特別企画乗車券、シンカリオンテ、パクキップも発売されており、JR 東日本の首都圏の駅の 指定席券売機にて購入できる。2006年10月3日に送還し、開館までの1年間で、毎月2回配信された。第25号をもって終了しすでに会員の受付も終了したので、現在は、鉄波クラブ発行のものに移行している。前述のメールマガジンを受け継いだ、会員組織で、名称は東博物館の愛称である、鉄博とクラブを合成した造語。 募集開始当初は、ウェブサイト限定で先行受付を行ったが、開館後は、郵送による受付も開始した。現在は窓口でのみ入会を受け付しけている。一般3000円、小中高生1500円、幼児600円の年会費を支払って入会すると、様々な特典がついてくる。新館の開館に伴い、2018年7月2日を、もって、新規、 継続での会員募集を停止して2019年7月1日で廃止となった。これを受けて特典の一部は南館の開館後から販売を始めた。て、パク年間パスポートに移行された。2014年10月14日に博物館の増築計画が報じられ、11月5日に 正式に発表された。現在ある、て、パク広場を、閉鎖、転用して、2015年8月に着工し、地上5階建て延べ床面積約8500平方メートル、展示スペース約4800平方メートルの、新館を、現在の施設のリニューアルと合わせて、開館10周年となる2017年秋の完成を、目指していた。 しかし建設費の高騰などのため、着工を2016年7月に延期し、規模を地上4階建て延べ床面積約6000平方メートル、展示スペース約3500平方メートルへ縮小し、太陽光発電、風力発電などのシステムの一部が設置中止とした上で、2018年夏に開業が延期されることが2016年2月19日に発表された。 展示スペースの面積は当初現在の1.5倍の広さとなる予定であったが1.3倍ほどになる。2018年2月14日に新館の開館日を同年7月5日とすることを発表し、これに先立つ形で E153 から104号新幹線電車を同年3月14日に展示、公開することも合わせて発表した。 新館開業後は入館料及び一般、駐車料金が値上げされる。新しくなる鉄道博物館は展示ゾーンを5つのステーションと位置づけ、鉄道の世界を旅するように巡る構成になるとともに E5 系のモックアップや400系などを新たな展示物を大幅に増やし、誰もがもっと楽しめるような構成となる予定である。2018年6月5日。 仕事、歴史、未来をテーマとする3つのステーションを新刊に解説すると発表した。ありがとうございます。